区内科住宅は、愛媛県伊予市名田町にある建築物、宮内小三郎や旧区内邸とも呼ばれる。2018年には内部に、町の縁側、ミュゼナダ屋が開館した。区内科住宅と、街道1636年に、伊予松山藩から、大須藩にお返しに伴い、当時伊予国城名田村の宮内黒江門、西兵兄弟が、大須藩主。 加藤康雄に、米港村の梅林の海岸の開拓を許され、区内一族によって、近世の町並みを信仰した。2017年、伊予市景観重要建造物、第1号に指定された。2018年5月には、大もや、隠居、隠居所、塩見堀の4件が、国の登録有形文化財に登録された。同年12月、 当時のまま残された書院作りの座敷をスペースとして改装し、町の縁側、ミュゼナダヤが開館した。母屋は1738年に建築された。幕府の巡検士や、井上忠敬測量隊の本陣として使用された。1808年、井上忠敬の測量隊は、上灘村、正門、高川村、森村まで測量し、大雨のため船で港町に着いたのである。 古隠居は1812年の建築。隠居所は1912年の建築であり、当領は我流三層の我流院を手掛けた中野虎尾である。ありがとうございます。